のまチューブ。はい、どうもー。さあ、今回のゲームは神のダンジョンっていうね、これ知らないゲームだったんだけど、なんかね、 APP ストアのおすすめのゲームに出てきてて、ちょっと気になってね、はじめね、コメントとかほらユーザーコメントあるじゃない、それを見てみたんだよ。そしたらだよ、ちょっと待ってね。いい、そしたらね、ほらこうやってさ、ユーザーがコメントしたのに対してデベロッパーがさ回答するじゃない。その回答がねすごいね、カジュアルなんだよね。カジュアルっていうかね、面白いの。こんなデベロッパーの回答初めて見たら、こんにちは、こんなに愛あふれるレビュー本当にありがとうございます、ハートマークとかね、これ面白いよね。最後までしっかりと拝見させていただきました。レビューを読めば読むほど調整さんがかなりやり込んでいらっしゃることを感じられました、ってびっくりマークついてね。こんなデベロッパーの回答ないよね。例えばこれね、めちゃめちゃ楽しいだなんて、星10個届きましたよって、なぜなら挑戦者様と神のダンジョン運営チームは心は一つだからですって、追記のレビューまで書いてください、挑戦者様、私たちからも星1万個お届けしちゃいますとかさ、こんな何回答あるの、すごいね。他にもね、面白いデベロッパーの回答がいっぱいあるからね、気になる人はちょっと見てみて。うん、このデベロッパー明るいねなんかもうこんななんかフレンドっぽい感じで回答するのなんてないよね。普通ね、ありがとうプレイ、ありがとうございますとかさ、そうやってさ丁寧にやるんだけど、すごい友達みたいな感じで回答してるよこんなゲーム、ほんでこれでちょっと気になって、このゲーム何なんだろうと思ったのよ。これ面白い、ちょっと今日ほんとちょっと見てほしいんだよな、他のもまあいいや。ほんでちょっとゲームはっていうと、ちょっと待ってね。はい、神のダンジョン。うん、こんなゲームあったんだね。2年ぐらい前のゲームらしいんだけど、けどね、まだね、アップデートは頻繁にやってるみたい。そう、ほんでね、軽くやったんだけど、チャプターがあって、チャプター1の3、ほんでね、これね、チャプター1でもレベルがあるのよ。チャプター1の2の、はじめはチャプター1の1の1って感じだから、レベルが上にね、矢印、この矢印あるでしょ、押せば1の2の1っていう感じでね、進んでるわけ。ちょっと敵の強さがチャプター1でも上がってくるっていう感じ。1の3、まだここまでしか通ってない。ほんで横行くとチャプター2に行くわけよ。ほんでこれもチャプター2の1とかね、2の2って敵の強さが同じチャプターでも上がってくるっていうこと、うん、チャプター3はまだやってないっていうことでございますね。そう、ほんでまあとりあえずやっていけばなんとなくわかるのよね、レベルアップさせたりとかね。これグラフィックがさ、いいよね。ゼルダっぽい、ものすごくゼルダっぽいグラフィックです。そう、ほんでどんなゲームなのっていうと、まあ適当にね、あげられる、これね、課金しなくてもガンガンね、なんかもらえるもんもらっとけばね、必要なんか溢れるぐらいもらえるのよ。それ親切よね。うん、なんかこういうのがあるんだけどね、まあいろいろね、こうやってね、なんかこういうもらえるもんは、これはなんかね、ダンジョンっていう、まあ神のダンジョンっていうゲームだからね、もちろん他のなんか報酬がもらえるダンジョンらしいんだけど、これはここはストーリーね、うん、ほんで主人公はなんか神と人間の愛の子みたい、そんな感じでスタートするっていう感じでございますね。うん、チャプター2のレベル1はやった、チャプター2のレベル2はまだやってないってことですね、うん、敵のレベル4ってなってる、これ下げると2って、まあどんなゲームかっていうのはちょっとやってみようか。じゃあチャプター3行ってみようか、初の。うん、ほんでチャプターごとに10ステージあるの、その10ステージをクリアしてやっと終わりって感じだ。途中でチャプターの途中でやめちゃうと、またチャプターのレベル、あ、チャプターのレベル1からスタートって感じ。途中セーブはない、クリアしたらセーブが効くけどっていう感じだと思う。じゃあちょっとやってみますね、サクッと。お、面白いよ、結構面白かった、うん、まずこうやってドーンって壁壊して出てくるわけよ。でこうやって動かせん、矢印出たら離すの、指をパンパンパンって。あ、クリアしちゃった。ほんでクリアしたら3つのうちどれかを1つゲットしていくっていうね、なんかよくあるパターンっぽいけどね、わかりやすい。こうやってね、自由に動けるっていう感じでございますね。
ほんで次のステージに行くっていう感じ。ほんで、あ、このステージじゃちょっとわかんないな。なんかね、コインがね、ポロポロンってね、こうやって動いてれば出るんだけど、取れないね、はじめは。敵を全部倒してから回収するって感じ。これまた取れないでしょ。敵をね、全部ね、倒したら、これ回収できるから。これ矢印出たらポロンって言う。で、矢印出ないときはバシバシ殴るって感じ。で、どれか一つを選ぶ。まあ、これよく、まあまあ、なんとなくでね、どんどん進んでいっちゃうけど。で、倒した後でも、こうやってアイテムがね、こうやってコインが出るときあるから。あの、樽とかがあるから、そういうところをね、くまなく探せば回収できるから。さて、ほんで、二股に分かる。これも二股の意味もよく分からないんだよな。なんか強そうな方いっちゃう。これ、ある程度もう、のもなんか、1ステージ繰り返してさ、どんな感じかなって言って、ああ、こんなのもできるんだって言って、確かめてたらね、あの、どんどん装備が強くなってきました。もう何もしてないよ、これ。連続でバシバシやっつけてくれるようになりました。はじめはね、あの、ちょっと手こずるけど、死んだこともあります。ゲームオーバーになったことはあります。それぐらいの難易度ではある。けど、同じステージ繰り返してやっても強くなっていくから、これコインとかいっぱいもらえるからね。これちょっとコインとか配りすぎじゃないっていうぐらいね、くれるよ。どん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 強化できる。これどこまで強化すればいいんだろうって感じ。あまり強化してもね、新しい武器手に入れたら、もったいないからね。ある程度抑えながらやってるけど。これグラフィックいいよね。すごい。で、今10の4でしょ。これ10の10クリアしないとセーブ効かないから。多少強くなってる。ちょっと逃げる。ほんで攻撃を逃げつつ向けてる。あ、強い、強いかも。オッケーオッケーオッケー。ほんでコインがパラパラパランってなったら全ステージ上の敵を倒したっていうことだね。3回受けると10秒か。あ、まあこれでいいか。ほんでコインの取り忘れがないかっていうのを確かめつつね。まあ大体取ってるな。まあ、いっちゃういっちゃう。このデベロッパー軽いよね。そう、いいようによっては軽いっていうね。すごいフレンドリーっていう感じだね。デベロッパーの回答がね。あんな回答、なんか女性っぽいよね。回答の仕方が。ね、取れないでしょ。途中だと。重視というのはこんなね、グイ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 赤いグイって言ったら離すと、そしたらピュンって飛んでいくから、火の一撃、すごいじゃん、すごいじゃん、これにしよう。これ爽快感あるね。相当爽快感あるよ。強くなればなるほど爽快感が増すっていう感じのゲームです。で、やることは結構単純。それがいい、スマホゲーム。ドドンドン、危ない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 、とっさに動く。ちょっと逃げながら、強い敵だもん、ちょっと逃げながら。危ねえ。お、まだコインが回収できないから敵がいる。いた。あ、まだいる。どこだ。いた。あ、いた。ちょっと待てよ。はい。離す。あ、まだいる。いた。あて、吹っ飛ばされる。よしよし。これにしよう。10秒。OK。で、取り忘れがないか戻ると。ねえ、知らなくても面白いゲームいっぱいあるんだね。体力ちょっと減っちゃったな。まあ、しょうがない。行こう。はい。ほんで、7ステージ目。あ、危ない危ない。よしよしよし。あー、ちょっと待って、ちょっと逃げよう逃げよう。よしよし。バシバシ止まって攻撃するよりこの矢印が出て離した方がね、強いね。弱いステージ行くとね、すごい爽快感が強くなったなって分かるんだけど、もう1ステージ
ついつぐるぐるぐるってバシ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 ってやっつけてくれるから、自分で何やってるのかよくわからなくなってるけど、これどっち行く、これこの違いがわからない。ほんでオートっていうこのボタンがあるんだけど、このオートボタンね、クリアしたチャプターだともう戦うのめんどくさいってなると、ほら稼ぎ目的で行くじゃない。そうするとオートってやると自動でね、もう攻撃してくれる、放置してていけるっていう感じ。親切よね、そこまでやってくれるって感じ、ね、あ、ちょっと何気に強いかも。危なっ、矢印出たら離す、矢印出たら離す。はい、なんか弓が当たってるみたいな感じよね。離れて、よしよしよし、いい感じ、これでクリアできそう。強いかも。もうちょい鍛えなきゃダメかな。いけなくはなさそうですけど。若干、あ、オッケーオッケー、クリアした。体力回復したいな。追加ダメージ。シールドに変身。ちょっと防御鍛えよう。鍛えようっていうかね、うん。この先進むのにちょっと防御上げといた方がいいね。じゃあ行きましょう。8、次9ステージ目。はい。あ、ちょっと待て待て、敵近い敵近い敵近い、危ない危ない、何何何何何これ、初めて、おお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 おいかん、死んじゃうかも。よしよしよし、ちょっと体力ない、なんかない、なんかない、こう突進、これこれでいいか。 OK、 やべ、次ボス戦、ちょっと体力回復したいけどないな、アイテムが。ステージによってはね、体力回復するっていうアイテムがあるんだよ。ここないな、じゃあボス戦いっちゃおうか。ちょっと慎重にいけばいけるかな。神の王になるためか、もうちょっとちょっと待って、動かない動かない。さあ、やっつけとく。動き早いな。あとボス、ボスだけ。ちょっと雑魚をやっつけとく。あ、なんか発動した。これ何これ。危ない。あとボスのみ。どこがちょっと待って。あたたたたた。危ねえ。ボスやっつけ、あぶない、ばばばば、ボス集中してやっつけなきゃダメか。あ、ボス、ボスの体力すげえな。あぶない、危ない、あぶない、危ない、逃げて、あ、なんか発動した、なに、死んだ死にました。ちょっと強いかも、攻撃力上げなきゃちょっと無理かもしれん。復活、復活する、復活しようか。復活、体力バンバン、なんかジム使っちゃったけど、動画にしてなかったらもうあれでちょっと一回諦めてたんだけど、あ、強いぞ、強い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 、あ、なんか発動した、何これ、なんか必殺技っぽいんだ、もうすぐで倒せんな、あぶね、倒した、あれ、なんでボスの体力が復活してんだ、あ、なんかここら辺よくわからない、倒した倒した、あ、倒した倒した倒した強いちょっと待って、攻撃力が足りなくなってきたわっていう感じのゲームですよ。面白いよね、うん、やってて、ね、まあ理解はあんましてないんだけど、まあ感覚でなんとか楽しめるって感じですね。これ次のステージ行くか出るかで出よう、うん、この強かったな。何アイテム、増加する覚醒が解放されました。鍛冶屋の場所で言ったらなんかよくわからないね、まあ、なんかこうやって攻撃力上げる、お金が足りなかった、鍛冶屋覚
醒、あ、覚醒なんてあるよ。ジェム250必要。何？敵のレベル16。え？体力？攻撃力が低い。何これ？選べる？何これ？よくわからない、よくわからない。まあいいや。お金なくなっちゃった。じゃあまた稼ぐためにしたのね、低いステージ周回してって感じなんだろうね。そう、それで強くできるっていうことでございますよ。うん、こういうゲームなんでございます。キャラクターの見た目できない。これ何、なんだかよくわからないまあ面白いグラフィックもね、ゼルダっぽくていい感じ。うん、まあちょっといい、ちょっと進めてやってみますね、これね、しばらくね。うん、多分ハマって最後まで目指していっちゃうかもしれないけど、うん、まずこういうゲームでございます。うん、それで今回の紹介ゲームは神のダンジョンっていうね、あのデベロッパーさんが、明るいデベロッパーさんのゲームでございます面白いよ、ぜひ気になる人はやってみてね。それではご視聴ありがとうねー。ノマチューブ。